MCA JET 搭載の三菱車に重付された MCA JET エンブレム三菱クリーンエアシステムは昭和48年度以降の日本の自動車排出ガス規制に対応した三菱自動車工業の公害対策技術 MCA の略称で呼ばれる場合も多い MCA とは三菱クリーンエアのアクロニムである 最も著名なものは70年代末に登場した補助吸気バルブを持つ MCAJET であるが、この方式に修練されるまでには、数種類の排ガス浄化方式が存在した。同時期の他社の排出ガス対策技術と同様に、MCA 導入車種の多くにトランクリッドやヘッドカバー等に MCA、MCA51、 MCAJET などのエンブレムやステッカーが重複されていたため対策前の車両との識別が容易に行えた。当時ラインナップされていた三菱製エンジンの大多数がこの技術によるハイガス対策を受けているが DOHC 仕様の 4G32 や直列6、気筒の 6G34、オフの 4G4 型エンジンのように MCA の本格導入が行われないまま、姿を消したエンジンも存在した。1971年頃より登場、昭和48年排出ガス規制に対応すべく、開発された形式。チャコールキャニスター、シールド式、クランクケースブリーザー、バキューム深刻装置付けディストリビューターなど、比較的初歩の、排ガス対策機器のみの搭載であった。 登場当初は特別な故障はなかったようであるが、後に MCA2 の開発が始まると、73年頃からは、この形式は MCAI と呼ばれるようになった。軽自動車における MCA は、72年末のミニカスキッパー F4 に代表される、2ストローク機関から4ストローク機関への移行が48年規制対策の目玉であったが、2ステージにバレルキャブレター。 半球型クロスフロー燃焼室、V 型配置、ポペットバルブ、センター配置点火プラグ、温水予熱式、インテークマニホールドや、吸気予熱等のエンジン側の改良も多数施された。九百七十四年頃より登場。四十八年規制から大幅に規制内容が強化され、日本版、マスキー法とも呼ばれた、昭和五十年排出ガス規制以降の規制適合の、 ために開発された。いくつかの形式が存在するが、原則としては、MCAI の機構を下敷きにより本格的な排ガス対策機器を追加したものとなっている。三菱は MCA2 と同時期にフレデリック・ランチェスターの理論を具現化したバランサーシャフトの一種であるサイレントシャフトの開発にも成功。MCA とサイレントシャフトの組み合わせは、 70年代から80年代にかけての三菱製エンジンの代名詞ともなった。MCA2 の中でも昭和51年排出ガス規制に適合したものは MCA-51 と呼ばれる場合もあった。サーマルリアクター方式。MCAI にエアポンプ式、サーマルリアクター EGR を追加することで50年規制に適合した。 キャブレーターにもオートチョーク、年長制御ソレノイドが追加され、主に短期運転時間の短縮制御が行われている。EGR は、インテークマニホールドの吸気圧力と、水温を検知する、サーモバルブにて最順完了の制御が行われる。ディストリビューターには点火時期深刻ダイヤフラムの他に、近くダイヤフラムが追加され、主に最燃焼の最適化のための点火時期制御が、 行われた。エンジンルーム内の熱害を考慮して、排気温度警告灯をはじめとする複数の温度警告灯が設けられ、ボンネットから熱気を排出するための電動フードファンも設けられた。翌76年には、紹介量で51年規制にも適合し、MCA-51 とも呼ばれるようになった。1976年、軽自動車規格の改正に伴い、 暫定的に 471cc の排気量とされたミニカゴやミニキャブ後の 2G22 エンジン用に開発された形式。MCAI をベースにしている点は共通しているものの登録自動車向けの MCAIIB と異なり、サーマルリアクターではなく酸化触媒トリードバルブ式二次空気導入装置を追加していることが特徴である。 51年規制適合のため MCA-51 と呼ばれる場合もある。ミニ化用としては1977年に 550cc 化された 2G23 でこの形式が継続したものの1978年からは MCAJET で53年規制をクリアした 550cc の G23 バイトエンジンへと移行したため生産数は あまり多くない。しかし、比較的規制値の緩い軽商用車向けの生産は継続され、マツダポーターキャブの OEM エンジンとして1983年まで存続していた。MCAIIB をベースに LPG 車向けの調整を施したもの。51年規制適合。ギャランのタクシー使用向けに製造された。 ジェットバルブが組み込まれたシリンダーヘッドの一例1977年登場の気白燃焼方式。MCAIIB とはシステムが大きく変わり、三元触媒と EGR を主体とする方式となり、触媒の補助としてリードバルブ式二次空気導入装置も併用された。最大の特徴は、ジェットバルブと呼ばれる超小型の吸気バルブが、 半球型燃焼室内に配置され、空気、または、混合気を高速で、シリンダー内に吹き込むことで、強力なスワールを発生される構造である。これにより25、1に迫る、気迫混合期間や、大量の EGR をかけた場合でも安定した燃焼が得られるようになり、NOX を低減して、昭和53年排出ガス規制をクリアするとともに、 燃費の改善にも大きく貢献することになった。MCAJET とターボチャージャーの双方を搭載していることを示すターボ、JET エンブレム後年には、電子制御式キャブレターや電子制御式燃料噴射装置も組み合わされたエンジンも登場し、エレクトロジェットと称されたほか、ターボチャージャーやスーパーチャージャーなどの下級機付きエンジンも登場した。 ジェットバルブジェットバルブはサインペンほどの太さの金属灯内にかさぶ直径 3mm 程度のポペットバルブ、バルブスプリング、ステムシール、リテーナー、コッターなどの通常の吸配気バルブと同じ構造の部品が組み込まれておりシリンダーヘッドにはバルブユニットアッシーの状態で点火プラグと同様にねじ込み装着される燃焼室側には 下流出式、ディーゼルエンジンの噴口に似た形状の噴出口が装着されており、強力なスワール流の形成と同時に、ジェットバルブ3部が直接燃焼炎にさらされることを防いでいる。ジェットバルブへの駆動伝達は、吸気バルブ側のロッカーアームを二股に分岐させることで行われており、スペースの制約からタペットは、アジャストスクリュー方式が最後まで用いられた。 ジェットバルブ単独のオーバーホールも可能であるが、原則として不具合が生じた場合には、バルブユニットごと圧縮交換される。同時期の日産、Z 型エンジンが、MCAJET と同様の、大量 EGR 化での安定した燃焼という、命題を克服するために、旧配儀ポートをシリンダーに対して、螺旋形状に配置したスワールポートとし、 点火プラグを1シリンダーあたり2本とするツインプラグ構成をとっていたのに対して MCAJET はごく一般的な形状の9排儀ポートとシングルプラグ構成であってもジェットバルブを追加するだけで強力なスワール形成が行えるようになることから1977年に G11 バイトオリオン80エンジンに搭載されて53年規制に適合して以降 軽自動車用の 2G2 型、普通車向けの 4G3 型や 4G6 型、4G5 型へと順次採用が拡大されていった。また、当時三菱と提携していた、クライスラーの販売ルートに車両そのものやエンジンの OEM 供給を行うことで、MCAJET とサイレントシャフト搭載エンジンは、北米市場にも拡販されていった。また、韓国の現代自動車にも、 クライスラーと同様の形で MCA-JET エンジンの供給が行われ、韓国国内でも販売が行われた。しかし、その後三菱製エンジンの主力が半球型燃焼室の再 h c からペントルーフ型 DOHC へ移行していったことや、再 h c エンジンにおいても三菱、 シリウスダッシュ32を経て、MVV などのマルチバルブヘッドへと移行していった、ことで、MCAJET の採用は1986年登場の 6G7 型 V 型6気筒の最1 c 1 2バルブエンジンや1987年登場の 3G81 型直列3気筒の最1 c 6バルブエンジンなどを最後に行われなくなった。また、ジェットバルブは、 バルブスプリングが非常に柔らかく、高回転域でバルブサージングを起こしやすい欠点があり、導弁機構の軽量化の妨げにもなりやすかったため、チューニングカーの世界においては、クランクシャフトの2倍の回転数で回るために、高回転域で焼き付きを起こしやすい、サイレントシャフトともども、部品交換により無効化されることが多かった。1986年から90年頃にかけて、 三菱製エンジンがサイ 1C から DOHC へと移行する過渡期の技術としてサイ 1C 多球型燃焼室を採用したエンジンがサイクロンエンジンの名称で大規模な反則活動が行われたことがあったサイクロンエンジンは日産 Z 型エンジンの手法に類似した吸気ポート配置と燃焼室形状の工夫によって必ずしも ジェットバルブに頼らなくともスワールの発生が促せる機構で登場当時は MCAJET のような環境技術としてではなく高出力化高効率化を謳う目的のものであったがこの技術の確立によって廉価な商用車などに搭載される再一シーにバルブヘッドでもさらなるコストダウンの理由などによりジェットバルブの採用は行われなくなっていった 客中一九七八 m i t s u b i s h i m c a j t e n g i n e s y s t e m v i、SI、n t a g e p r i n t a d a d c l a s s i x c o m h a t m c a j e t l o g o l o g o s d a t a b a s e c o m 1 9 7 1年式、三菱。 ギャランクーペ FTO 販売店カタログより1973年の2代目、三菱、ギャランの広告より1973年式、ミニカスキッパー F4 販売店カタログより、ハット AB1976 年式、三菱、ギャラン GTO 販売店パンフレットより1974年式、初代ランサー販売店カタログより、三菱 MCA システムについて、 軽自動車編構造概要と点検整備要領三菱自動車工業1975年8月。ミニカ F4 と、ミニカ5のページミニカ5小子。三菱クリーンエアシステム MCA。2D 整備解説書三菱自動車工業1976年5月1977年式。初代ランサー販売店カタログより日本の、自動車技術240選三菱 MCA。 JET 第9話ジープ J57、シリンダーヘッド組み立て、クラブバーニング横浜、三菱ガソリンエンジンアストロン、G52 バイト。G54 バイト整備解説書、三菱自動車工業。 1982年11月1 9 8 1 p l i m o u t h r e l i a n t a n d d o d g a r i e s k c a r s a l l p a r c o m クライスラー系プラットフォームへのエンジン供給例ちなみに1990年に登場した 3G81 型をもとに660 CC まで排気量を拡大した 3G83 型直列3気筒の再 1C6 バルブエンジンには当初からジェットバルブが採用されていない。ただし厳密にはこれに当てはまらないエンジンも多数含まれていた。注射区エンジン形式名に B、エンジン通称に80がそれぞれ追加された。三菱、スタリオンの G54BT。 G63BT など三菱、ミニキャブの 3G81 スーパーチャージャーなど、ジェットバルブと入れ替えることで、機能の無効化が行える。専用のメクラボルトが、ジェットバルブイリミネーター等の名称で販売されていた。ありがとうございます。